はい、どうも、丸い双葉でございます。前回からパイナップルの葉っぱの水差しからちょうど1週間経ったわけですけど、まあどうなったかといえば、もうすっかり枯れ果てちゃってるんで、まず一つ目のがもうこんな感じで、で二つ目はこれはもう枯れてるどころか、もうちょっとなんか腐りかけてるから、もうこれはダメでしょ、こっちも。とりあえずこいつだけがなんかまだかろうじて現状維持って感じなんですよね。ただ根っこが生えてるっていう気配も全くないから、まあとりあえずまたこいつはちょっと様子見で、もうダメになっちゃってる、こいつはとりあえずもう処分ということで、はい。ではおーっとなーっと、で結局残ったこいつ一つで頑張っていこうと思います。はい、まあけどなんかよくよくね、なんか見てみるとこいつもね、ちょっとこの枯れ具合がね、こんな感じでもう進行しちゃってるから、多分これも厳しいかなって感じなんで、まあダメになったら、あーこれで終わりかって言ってても、一応とりあえずネタは仕込んであります、別のやつを。はい、まあだ、まあそういうあれがあるので、ダメになったら別のネタに移行しようかなと思います。はい、というわけで、まあ絵面は地味ではありますけど、今回はこれにて終わりと言いたいところですけど、今日はちょうどねリゼロの2期の第1話が放送されたわけでしたけどね、まあ見ててどうでしたか。いやー、まあ僕はねレムチーがね大好きだから、ちょっとあれは一応原作のね小説見たんですけど、まあ原作小説は、ね、今日のなんか1話のやりとり、あれはよりちょっとえぐい、まあえぐいっていうかきつい場面があったんですよね。ちょっとネタバレになっちゃうから言えま、あんまり言いませんけど、はい。で、まあ、とりあえずどんな感じになるのか。レム、元に戻るのかね。っていうか、そっちに個人的には戻ってもらいたいですよ。ただ、同じ仕事やってる後輩くんから聞いた話だと、なんか、今作レム出演ないっすよとかって言ってたんで、多分あのままなんでしょうね。うん、辛いっすレムファンには。はい、まというわけでどうなるかは分かりませんけど、ま、長い目でちょっと見ていきたいと思いますね、これと一緒に。はい、というわけで、まあこの葉っぱが、てかパイナップルの葉っぱのね、水、葉っぱの水差しですか、あ、葉差しの水耕栽培、まあうまくいくかどうかわからないですけど、まあとりあえず今回はこれにて終わりということで、まあ次の更新はまあ多分来週中にはアップしますと思うので、よろしくお願いします。ではというわけで失礼します。ご視聴どうもありがとうございました。